おろくん。はい、ですね、まず海苔を食べる前にですね、ちゃんこ海苔さんの親方さんに来ていただきました。東松島といえば、まあ、海苔うどんでお伺いしたんですけども、ありがとうございます。ちょっとお話をお伺いしたいなと思いまして、はい、よろしくお願いします。海苔うどんを作ったっていうのは、この東松島の大曲浜っていうのは、海苔をとにかく生地するのにも素晴らしい環境にあるわけですね。なるほど、はい、こうして献上されるような素晴らしい海苔ができるわけですね、はい、なんかこう、こうして献上されてるっていうことがあまりこう知られてなかったんですよね。私自身も知らなかったんですよね、はいはい、でこうして献上されてるのが素晴らしい海苔だってことを知って、はい、だったらこれをもっと広めることを必要じゃないですか、はい、だからやっぱり全国の方に皇室献上海苔であるということを知ってもらうためには、はい、何か作れないかな、日頃こうお客さんにこう提供できるような、はい、そういう麺類でしかないかなって、それでうどんを作っちゃった。なるほど、はい、どのぐらいやられてるんですか、ね、海苔を。もう始めて震災の前の年2010年にこの海苔うどんというのができたわけです。震災の年にですね、大々的にもとにかく売り出そうと、デビューはしたものの、ね、もう震災に遭っちゃったから、ね、めっちゃ美味しそうです。じゃあすいません、いただきます。ボリュームあります。じゃあこちら、ね、玉ねぎですね、を入れます。わさびもじゃあ入れちゃいます。じゃあいただきます。出ないぐらい美味しい。やばい、麺がもちもちしてて、なんだろう、優しい味。やばい、いや本当に美味しいです、これ海苔うどんを、ね、作ってからもう11年になるんですね。震災の復興と同時にね、なんか海苔うどんってこう今まで歩んできて、東松島の海苔をやっぱりもう全国、フランス、ニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、それからシンガポールの方にもですね、もう今行ってますので、もっともっとやっぱりね、素晴らしい海苔をやっぱり世界でもっともっとやっぱしてもらう営業をですね、これからも続けていきたいな。なるほど。萩野井さんの海苔うどん、自分がまず食べたくなったんで、近いんで来ちゃいました。ちょうどお昼時なんで、はい、食レポもしますので、皆さんどうぞお付き合いください。じゃあ行ってきます。来ました、早速食べたいと思います。この星、あれですよ、見ます、ホタテ橋。普通の割り箸じゃないんです、もう環境にいい橋ですね。はい、じゃあ早速いただきます。めっちゃハッピーク、食感がもうもちもちしてすごく美味しいです。うん。おいピンク、おいピンク、おいピンク。いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん東松島に来たら海苔うどんぜひ食べてみてください。はい。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ぜひちゃんと入らないようにしてください。はい。よろしくお願いします。